皆さんこんにちは。大分のモータースポーツ MC マキーです。今回はオートポリスに昨年オープンしましたオフロードバギービレッジという場所があるんですが、ここをですね特別に走らせていただきました。普段ではですね体験できないような非日常のスペクタクルな遊び、どうぞ皆様じっくりとご覧ください。株式会社オートポリスの荒木さん、もう本当に20年近く可愛がっていただいています。かつてはですねモトクロスのチームグリーンのメカニックだったと今回初めて聞きました。やはり装備は大切。ジェットヘルを着用します。視界良好です。そして上着はですね汚れると悪いのでこのモトクロスジャージです。もともとこれってレジャー用ですよね。そうですね。あのアメリカじゃやっぱり農家が牧場とかで草運んだり使ってる。あとはねライフルケースがオプションであるんですよ。ああ。ライフル積んで獲物を仕留めて積んで帰ったり。ああすごいな。なんかアメリカの乗り物って感じがしますね。こっちと向こうの違いってあるんですか？同じ 800cc、 こっちはね並列3気筒で、向こうは V 型2気筒のツインカム。あっちの方が速そうですね。やっぱりエンジン回ります。あ、なるほど。じゃあこっちの方がどっちかというと作業用で、作業用で、向こうがスピード。もうアメリカじゃもう軽トラみたいな感じでゆっくり走って使ってる。ハイカラな軽トラやな。こちらのマシーンを今回乗ります。テリックス4っていう名前で、かなりスポーツ性能が高く耐久性も素晴らしいです。で4人乗りのオフロード四輪車なんですが、それぞれにシートベルトがあって、安全にですねスポーツ走行が楽しめると、まさにオフロードレジャーへの冒険心をくすぐる1台。そしてこれ電動パワーステアリングがついてますんで、ハンドルはそんなに重くないです。そしてこのショックアブソーバーもかなりストロークが長いので、驚くような場所も走っていけるという一台ですね。はい、これでちょっと広いかな。遅れてるかな。シートベルト。あ、三点式なんですね。意外と普通や。でギアはローギアでいきましょうか。で、はい、4駆にして、でもう CVT なんで、もう普通に自動変速制御からブレーキ踏みながらエンジンかけて、いいですよ、エンジンかけて、あのブレーキ踏みながらでギアをローにで最初ブレーキ一番下まで落ちて、でこれスタートできる。じゃあ私先導します。はい。こちらのコースなんですが、ちょっとね他にはないかなりハードな内容となっています。1番から11番までそれぞれあるんですけれども、これだけ過酷な場所でありますんで、とある消防ではですねここを国から与えられたバギーの災害救助用ですね、バギーの訓練所に使っていると、そういうところもあるぐらいですね。だから単純にスポーツやレジャーだけではなくって、そういった、やはり人助けといいますか、災害救助の役に立つというような訓練場でもあるわけですね。さあスタートしました。どこも舗装路は基本的にないですね。最初はまず砂サンドです。で結構ブロックタイヤなんでふにゃふにゃしてるんですが、砂の上を走るとさらにこうよれていく感じがしますね。でプラスサスペンションのストロークもあるんで結構揺れる感じですね。まずはウォッシュボード。モトクロスやってる人にはねすごくおなじみのセクションなんですけれども、それよりは浅くなってます。でもよく見るとこの車体が上下してるの分かります。いやここからもうすでにですね他では味わえない
スポーツ走行ですね。で砂利道、サンドよりも目が荒いんでこう車体が埋まっていく感じ、ここでアクセルを戻すとですね多分もう止まっちゃうでしょうね。さあそこからぐるーっと回っていきます。いろんなセクションがね目に入ってきます。今度は丸太越えですね。これもね直径が多分30センチはあると思うんです。ほらさっきのウォッシュボードよりもかなり車体が揺れてるでしょう。結構下からね突き上げてきますね。だからただアクセルを吹かすだけじゃなくてしっかりとタイミングを取りながらというか慌てずじっくりとっていった感じですかね。さあ水路、まあこういうところはやっぱり災害救助に役立つでしょうね。川の浅瀬を走るとかね、冠水している場所を走るとかそういったケースもあるでしょう。まあこういう場所って他では訓練なかなかできないでしょうからね。さあここから急にと言いますかさらに激しくなってきます。テーブルトップ、モトクロスやってる人は分かると思うんですけどジャンプ台なんですね。でもこのバギーでちょっとジャンプはできないんですけど、まあ大きな高台に登ってそこから降りると。これが特大のテーブルトップです。まあおそらく普通の乗用車じゃ登れないでしょうね。これがやっぱり四輪バギーの武器ですね。うわ怖、高さ2メートルぐらいありますからね。超ドキドキですよ。もう壁だ、行け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 、ためらうな。おお登れた登れた登れた、あよかったよ。下りもなかなかハラハラしますね。いや本当荒木さんに送りを取らないようにね必死についていってます。で今度はツイストっていう、こう交互に山があるんですよね。まあここもこのサスペンションストロークが長いバギーならではのコースですね。多分災害時ではこういったケースもあるでしょうね。さあ目の前に今度は壁みたいな階段、これは高さ2メートルとは言えないでしょう。こういうとこも登っていけますからね。これは軽トラでもオフロードの乗用車でも無理でしょうね。こういうのも楽々いけるんです。ただこれ本当訓練しないとねいきなりはできないでしょうね。だからそういった意味でもここでやっぱり走り込むっていうのはね災害救助の意味でも非常に重要でしょう。いやよかった登れて怖かったよ。あれぐらいの高さを車で登るってないですからね。続いて6、岩ですね。ほら普通の車で行くとおそらくタイヤがへこんで中のホイールまでガツンって当たると思うんです。そういうところもこれであればですねへっちゃらで行けるっていうのがやっぱバギーはすごいですね。でっかい岩ですよ。よっこいしょっと、ぐるっと回って今度はここモーグルですね。さっきの場所と似てるんですけどもこちらの方がより荒いかもしれないですね。だからハンドルを取られますんで、まあ、うまい具合に修正しながら前に進んでいきます。続いてデブリロード、あのコンクリートの破片が落ちている想定になるんですかね。だからビルとかが倒壊した時にその大きな欠片が落ちてきてそこをこうなんとかかんとかこう進んでいくと。でこの車4人乗りだし後ろにねちょっと荷物が積めるっていうのがねまた一つこのバギーの凄さですね。さあ続いてトリプルヒル、これはあのモトクロスやってる人なら分かるんですけど3連ジャンプみたいな形をしています。でもあくまでジャンプじゃなくてこうぐーんと登ってってカクンと落ちてます。だからジャンプすると危ないのでここはスピードを抑えていきます。こんな感じですね。そこからまたさっきの砂利セクションですね。ここはね慣れると気持ちがいいんですよね。ちょっとタイヤが流れていくのが分かるんですけどそれがすごい気持ちがいい。これで全てのセクションを回ったということになるでしょう。自分で運転してまさかこんなコースを走れる日が来るとはね思いませんでした。
ね、初級者はね、はい、あの山とかがだいぶ走られるんで。おお、じゃあいきなりもうマックスを僕は経験したわけですね。ありがとうございます。面白い。え、なんすかフルセクションっていうの。ありがとうございます。そのまあ11セクションあるけど、うんうん、初心者はあのまだ3年行かないし、はいはい、丸太も行かない。危ないんで、やっぱり初心者は女の子とか運転するんで、丸太行かないし、あの山も行かない。あのこれね、で階段も行かないんで、まあ、あれちょっとためらったらアウトですもんね。もうちょっと初心者には行かせないんで、初心者は今のコースじゃない。あ、ありがとうございます。いきなり愉快なところからありがとうございます。でシートブレットして、捕まる場所はね、はい、これか、これか。本当はここについてないんですよ。ああ、子供さんのように作ってるんで、松浦さん作ってもらって。松浦さん。で、これを持たないように、はい、倒れたら指挟む。ああ、じゃあここかここかここか。これでもあの掴むところがあるっていうことは、それ相応のもんがあるってことですね。まあ、そういうことそういうことですね。あのバイクと同じで簡単にでんぐり返るんで。え、嘘。簡単に電気があります。マジっすか。脅すな。怖いわ。簡単にでんぐり返りますよって笑顔で言われましたけど、さあこの後一体どうなってしまうのか、また次の動画でお会いしましょう。